皆さんこんにちは、にゃんとにゃんチャンネルです。今日は3月に動画配信しました4分で作る 3D マスクに使用のフェルトと同時購入した付箋布を使い、コット専用マスクを作りたいと思います。と言いますのも、市販の普通サイズマスクでは耳が痛くなるそうで、ちょうど付箋布の使い道に悩んでいたのもあり、試作品に付き合ってもらうことにしました。以前と同じ立体マスクに挑戦したのですが、伸びないのでフィット感がなく断念。耳ゴムを使って作ることにしました。フェルトマスクをもとに型を取っていきます。耳部分の型を取らずにゴムを通すことを考え、 2.5 センチほど横に線を引きます。顎に当たる部分を縫いました。鼻部分にはノーズワイヤーを入れてみようと思い、縫っていません。耳ゴムを入れる箇所に線を引いて縫います。失敗したので鼻部分も縫いました。
いかがでしたでしょうか。これなら顔な家族の夫も大満足だと思います。参考にはならないと思いますが、サイズを書いてみました。それから生地が丈夫、撥水性が良いので子供用品に使えるかもしれません。何か思いついたら作ってみたいと思います。最後に、にゃんとにゃんチャンネルでは猫のビス、ポーランドロップイヤーのユズ、実家に住んでいるコニー、3匹の動画をメインに動画を配信しています。よろしければチャンネル登録をしていただき、毎週3匹に会いに来てください。ご視聴ありがとうございました。